それでは今回はより実践に近い形ということで、フォアカット、バックカット、そして前後の動きを踏まえた、そして攻撃まで持っていくという形の練習をやってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は個人的にはバックのこのスマッシュの方がやりやすくて、なんでかっていうとボールがこう止まるのでタイミング取りやすいですし、こう伸びてくるとやっぱり打ちにくいんですけど、こう上に止まって高いボールなのでしっかりこう自分の力で打てるというか、そこはやりやすいですね。あれぐらいこう結構高くて深めで、自分もそのボールのところに止まってタイミング合わせて打てたらいいんですけど、多分試合になるとちょっと焦ってたりとか、決めたいとかコース狙おうってなるとタイミングがずれちゃったり、ちゃんと止まらなかったりするので、そこはすごいフォアで打つときはポイントになるのかなと思いますね。あと、まあ、実践的にはそのやっぱりラージボールは軽いので、やっぱりこの体重を乗せきれるか乗せきれないか、入れ込まないとちょっとでも体流れちゃったり力が抜けると難しいですね。今回はまあ実践形式という形で、カットからの攻撃っていうパターンの練習をしてみました。どうでしたか？はい、公式と違って回転が複雑ではない分、こうしっかりタイミングを合わせて体もこう崩れないように打てればうまく入るんですけど、逆に少しでもタイミングずらしてしまったり、こう体が先に行ってしまったりとか崩れてしまうと難しいなっていうのはすごく感じました。ですのでやっぱり、まあ、ラージボールの特徴である止まる、飛んでこないっていうところをいかにタイミング立ち位置で、カバーしていくかがポイントになってきます。それでは次回は実際にゲーム練習という形で、試合をやってみましょう。